どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、すごいお得とね話題になっている月額制宿泊サービスであるハフについてなんですけども、先日ですね、私もザ・プリンス宝ヶ池オートグラフコレクションホテルね宿泊してきたわけなんですけども、まあこちらはですね8月1日より規約が変更されるということで、結構ですね大幅に変わるっていうのがですね公式サイトで発表がされました。で、内容なんですけども、全部がね細かく分かっているわけではなくてですね、一部ね分からない部分も現時点であるっていった形になるわけなんですけども、7月16日現時点でですね分かっていることについてですねまとめてねいきたいと思います。まあ私のね動画を見てですね新規会員登録された方、ちょっとね気になってたよっていう方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。でですね、8月1日以降にね規約が変更になるということで、大きく分けてね変更になるのが料金プランですね、あと決済日、あとハフコインっていうコインがありますよね。こちらにプラスして新規会員登録と、またねリニューアルキャンペーンということで、結構モリモリな内容になっているんですけども、発表はね全体的にされたんですけども、細かい部分がね分かっていない部分もありますので、まあこの点はですねまた分かりましたらですね追加で動画を出したいなというふうに思っているんですけども、まだね全部が全部分かっているわけではありませんので、この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。それではまずね料金プランですね、2021年8月1日から料金プランがね新しくなりますということで、現在のプランと新プランということで、こんな感じでね公式サイトに出ております。まあ現在のプランと新プランとね比較していただくと、まあ名前がね全体的に変わるっていう形になっておりまして、またねお試しハフっていうのが今ね7月現在だと月3000円で1泊ね宿泊することができるわけなんですけども、まあこちらであればですね新プランでライトになるということで2980円1泊で、今まではですねコインっていうのがこのお試しハフだとねもらえなかったわけなんですけども、新プランであると月50コインがねもらえるっていった形になります。またですね今まではお試しハフの次がちょっとハフということで、お試しハフは3000円だったんですけども、その次がねちょっとハフで1万6000円で5泊だったんですよね。まあちょっとこの開きがね多かったわけなんですけども、新プランになるとですねこの間にスタンダードが月9800円で3泊、またねコインが200コインねもらえるっていった形になるんですよね。まあちょっとね開きが多かったので、ここはねプランが追加されたことによってですね非常にね使いやすくなるのではないのかなと思います。またですねこの新プランの方のねコインの方を見ていただきたいんですけども、コインに関してもですねかなり大幅にね追加でもらえるようになるっていった形になるんですよね。ちょっとこのハフコインについてはですね後でね解説させていただきますね。それでは次に決済日についてなんですけども、ハフはね月額制宿泊サービスっていう風になりますんで、特にね無料で宿泊することができるサービスではないんですよね。まあ先日私もねプリンスホテル行ってきましたけども、3000円支払ってですね宿泊ねさせていただいたわけなんですけども、無料で利用できるサービスではありませんのでね、この点はね覚えておいてください。でですね決済日がですね8月1日より変更になるということで、こういった感じでね公式サイトに出ております。まあ今まではですね8月16日に登録したらですね初回の請求が9月1日っていう風になりまして、まあそれ以降はね1日が請求日っていう風になってたんですよね。またね今まではですね登録した初月は無料で、その次の月からね課金が始まるということで、登録した月はですねプランの変更であったりですね、まあ無料のねお試しハフだったら大丈夫なんですけども、登録した初月に有料プランをね組んだ場合ですね、翌月までね解約とか退会とかねできなかったわけなんですよね。まあこれがねちょっと分かりづらいっていうのと、またね間違えてっていうかあんまり見ないでですね高いプランとかを初月無料だから組んでしまった場合ですね、そうすると翌月までね解約ができないっていう感じで、まあここもねちょっと分かりづらい部分ではあったんですけども、まあこれがね一新されましてですね、もう登録した初回から、まあ、請求が来るようになってですね月1回の支払いっていった形になるんですよね。まあこちらはですね非常にね分かりやすくなるかなっていうふうに思いますので、これはねいい改善なのではないのかなと
思います。でですね、先ほどのね料金プランをもう一度ね見ていただきたいんですけども、この8月1日のね規約変更によってですね、7月現在ですね、新規会員登録するときにですね、お休みハフっていう0円の会員登録するだけっていうのが利用できますよね。まあ私の動画でそちら会員登録された方も結構いらっしゃるかなと思うんですけども、8月1日以降はですね、この新プランだとお休みっていうプランなんですけども、こちらはですね、新規会員登録するときにですね、選択することができなくなるっていった形になるんですよね。まあこれ大きなね、変更点っていう風になりますんで、8月1日以降はですね、新規会員登録する場合は、有料会員しか選べなくなるっていった形になるんですよね。こちらはね、今とだいぶ変わる点っていう風になりますんで、覚えておいてください。それでは次にね、ハフコインについてですね、こちらもですね、2021年8月1日からですね、ハフコインがより便利になりますということで、変更点はですね、まず獲得コインですね、先ほども紹介しましたプランでですね、獲得できるコインの数がね、かなり上がってると思うんですけども、このハフっていうのは、7月現在はですね、このハフコインっていうものが全くなくてもですね、利用することができたんですよね。まあ、お試しハフであれば、月1回、3000円でね、宿泊することができますよね。この一泊に対しても、このハフコインっていうものが全くない人でもですね、対象の施設でゼロコインで利用できるところっていうのがあったわけなんですけども、8月1日以降はですね、最低でも50ハフコインがね、必要っていう風になるんですよね。ですので、全くコインがないとですね、宿泊日数があった場合であってもですね、このコインがないと宿泊することがね、できなくなるって言った形になるんですよね。まあこちらもですね、かなり大きな変更点っていう風になりまして、仮にね、スタンダードプラン9800円で3泊ね、宿泊することができるわけなんですけども、200コインね、獲得しますよね。で、200コインを1つのね、宿泊施設で、これ200コイン全部使ってしまって、コインがゼロになったとしますよね。そうすると、あと2泊ね、残りますけども、コインがないですよね。そうなった時に、コインがゼロだとですね、今後は宿泊することができなくなってしまうっていう風になるんですよね。ですので、私が先日泊まったプリンスホテルも400ハフコインがね、必要っていう風になりますんで、このコインをね、使い切ってしまうと、宿泊日数がね、残っていてもですね、コインがないとね、宿泊できないって言った形になるんですよね。こうなった時に宿泊日数は残ってる。でもコインがないから宿泊できないってなりますよね。そうなった場合ですね、この残った宿泊日数がどうなるかっていうわけなんですけども、こちらはですね、8月1日以降はですね、残った宿泊日数がコインにね、交換できるようになるそうなんですよね。こちらはね、残りの宿泊日数がね、無駄にならないということで、まあいいのかなっていうふうに思うわけなんですけども、この交換レートですよね。この宿泊日数とコインのね、交換レートなんですけども、こちらは公式サイトでね、月3泊利用できるスタンダードプランの9800円の場合でね、記載されてるんですけども、これ残ったね、宿泊日数が1泊につき50ハフコインにね、交換できるって言った形になるそうなんですよね。まあこの点はですね、まあどのプランでもね、共通だと思うんですけども、まあ1泊ね、50ハフコインね、交換することができるようになるって言った形になるんですよね。まあこちらはですね、実際に運用が始まってですね、スタンダードプランでも、その以上の上位プランでも、同じ交換レートで交換できるのかっていうのはちょっとわからない部分ではあるわけなんですけども、まあ、ひとまずですね、このハフコインについてはですね、今までは0コインでも宿泊ができたわけなんですけども、これからは最低でも50ハフコインがね、ないと宿泊することができないって言った形になりますんで、この点はね、本当に覚えておいてください。それでは次に、新規会員登録についてなんですけども、2021年7月現在はですね、先日ね、私の出した動画で新規会員登録された方もね、結構いらっしゃるかと思うんですけども、7月中はですね、0円であるお試しハフに会員登録しますよね。そうすることで、まあ会員登録であったり、アンケートに答えるだったり、本人確認とかですね、まあそういった感じで、無料で会員登録だけ行って、コインを稼いでですね、でその後にコインが貯まったら有料プランにね
変更して、私みたいにですね、先日3000でプリンスホテル泊まってきましたけども、まあそういった感じでね、利用することができてたわけなんですけども、こちらの方法に関してはですね、7月中しか利用することができなくなるっていった形になるんですよね。というのも、8月1日以降はですね、先ほども言いました通り、新規会員登録すると同時にですね、有料プランからしかスタートがね、できなくなるっていった形になるんですよね。ですので、最低でもですね、初回から2980円ですね、かかってしまうっていう風になりますんで、会員登録だけしてですね、コイン集めて、コインが集まってから有料プラン変更して利用するみたいなね、そういった感じの利用方法ね、できなくなりますので、この点をね、覚えといてください。それではですね、じゃあ7月中にね、会員登録しといた方がいいのかっていう話なんですけども、一応ですね、8月1日以降にですね、新規入会キャンペーンが行われるっていう公式サイトに記載はあるんですよね。で、こちらね、記載はあるんですけども、内容に関してはですね、後日発表ということで、詳細がわからないんですよね。ですので、こちらはですね、ちょっと現時点では判断ができないって言った形になるんですけども、個人的にはですね、ちょっと公式サイトにね、こんな感じの記載がありまして、このハフコインについてはですね、コインの獲得し、利用できる機会を増やして、より明確な仕組みにリニューアルすることで、今まで以上の体験を提供できるようになりますっていうね、記載が公式サイトにされておりまして、この下にですね、2021年7月31日23時59分時点でですね、所有しているハフコインの総数の 10% 増加で、8月1日にですね、この 10% 分を付与するっていうのがね、記載がされているんですよね。だから簡単に言うと、今持ってるハフコインがですね、8月1日以降は 10% 増量で獲得することができるっていった形になるんですよね。これね、なんでこんなことが記載されているかっていうのが、この便利で利用できる機会を増やしてみたいなね、まあそういった文言で記載がされているわけなんですけども、こちらはね、あくまで私の予想なんですけども、現時点ではですね、このハフコインっていうのはなくても宿泊することがね、まあドミトリとか、まあそういう部分もね含めてですけども、できるわけなんですけども、こちらがですね、8月1日以降は最低でも50ハフコインがね必要になるということで、これね、もしかしたらですね、8月1日以降は、まあ先日ね、私が泊まったそのプリンスホテルは3000円と400ハフコインが必要なわけなんですけども、この必要のね、ハフコインっていうのがですね、おそらく上がるのではないのかなっていうふうに思ってるんですよね。さすがにですね、急にね 10% 増量して、まあ、こちら会員全員にね、まあ、付与するっていう風になりますので、まあ持ってるコインがね 10% 増えるわけですよね。これはですね、おそらくね、必要コインが今までよりですね増えてしまうのではないのかなっていう風に思うんですよね。まあ先日こちらね、動画で紹介してさせていただいたマリオットプリンスハイアットのね必要コインなんですけども、まあこの部分がですね、おそらく上がるのではないのかなって推測してるんですよね。まあこれ上がんないのにね、急に 10% 付与するっていうのはね、ちょっと考えづらい部分がねあるかなっていうふうに思うんですよね。まあこちらあくまでね、個人的な見解っていうふうになりますんで、まあこちらもね、分かり次第ね、また発信していきたいなっていうふうに思いますので、今後もねチェックしていただければなと思います。それでは次にね、リニューアルキャンペーンということで、新プランが8月1日からね運用開始になるということで、月3泊9800円のねスタンダードプランがありますよね。こちらが8月1日以降ですね、8月限定、また新規会員登録した方限定ですね、こちら2980円でね利用することができます。まあこちらはですね、月3泊できて、しかも2980円ということで、かなりお得なのではないのかなと思うんですけども、まあ先ほど子供ね言いました通り、コインの部分がですね、どんな感じで変わってくるかっていうのがわからないので、まあお得かもしれないし、ちょっと微妙なのかもしれないっていうのがちょっとわかんないんですよね。まあひとまず8月以降にですね、新規会員登録された方限定になりますので、もしねこちらのプランを利用されたいっていう方はですね、8月1日以降にね会員登録していただいた方がいいのかもしれないなっていう感じですね。
いかがだったでしょうか。今回ですね、月額制宿泊サービスのハフがですね、8月1日よりですね、規約変更になるということで、まあ今分かっているところをですね、まとめさせていただいたわけなんですけども、まあ個人的な見解だとですね、必要コインは、まあある程度上がるのではないのかなというふうに思ってるんですよね。というのも、先日ね、宿泊させていただいたザ・プリンス宝ヶ池オートグラフコレクションホテルもそうですけども、あそこのホテル、まあこの前私土曜日に宿泊して、あそこ一泊通常22,000円ぐらいするホテルなんですよね。で、まあ実際はまあ私はマリオットのプラチナでまあアップグレードいただいたんで、まあ40,000円しないぐらいのね、客室だったわけなんですけども、まあ普通のね、マリオットの会員の方でなくても、普通に宿泊すればあそこ20,000円ぐらいするホテルなんですよね。まあそれがハフで利用すると、まあ3,000円プラス400コインということで、まあかなりお得っていうか、まあ結構ぶっ壊れてますよね、この価格設定が。ですので、今はね、400コインで、まあ3,000円でしたけども、まあこれが800コインで、まあ3,000円であってもですね、まあこれはね、しょうがない部分でもあるかなっていうふうに思うんですよね。ちょっと今はね、お得すぎたっていうところがね、個人的にはあるかなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、わかりましたらですね、またね、詳細発信いたしますので、チェックしていただければなと思います。個人的にですね、7月に会員登録した方がいいのか、8月に会員登録した方がいいのかっていう話なんですけども、まあ、先ほども言いました通り、リニューアルキャンペーンが始まるのが8月1日以降ということで、まあ、これが必要コインによってね、左右されてしまいますので、なんとも言いづらい部分はね、あるんですけども、先日私が3,000円プラス400コインで宿泊してきましたよね。まあ、その方法で宿泊されたい方はですね、もう8月1日以降のそのキャンペーンは一旦忘れていただいてですね、今ね、新規会員登録していただいて、アンケートとか、チャレンジとかですね、そういったものをね、全部こなしていただければですね、一回ね、3,000円でザ・プリンス宝ヶ池オートグラフコレクションね、宿泊することができるっていった形になりますので、とりあえずね、今お得に利用したいっていう方はですね、今月中にね、会員登録していただいて予約して利用していただければですね、7月31日までは今のね、規約が適用っていう風になりますんで、まあ私のようにね、利用されたい方はですね、ちょっと8月1日以降はね、どうなるかわからない部分はありますけども、まあそういった感じで利用していただければ3,000円でね、ザ・プリンスホテル宝ヶ池宿泊することができるっていった形になりますんで、こんな感じでね、利用していただくのもね、ありなのではないのかなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。